あ、そうそう、はい、つなぐのってどこでしたっけ。あ、ちょっと待ってくださいね。すいません。よいしょ。はい、はい、すいません、ありがとうございます。シンプル、はい、じゃあ、はい、急遽今月の18日にここで、はい、なんだ、無料相談会みたいなものをやろうかなと思って矢王子さんの許可ももらったので、はい、10時からなんですけど開催しようと思います。あ、じゃあ今、はい、今曲流れてるところなので、じゃあ行きますね、かけましょう。この番組は痛み解放院グランツの石川がお届けします。ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。本日はですね、ちょっと急遽決定したこともあってお伝え、早速していこうと思うんですけども、今月のですね、第3月曜日ですね、18日の10時からこちらのギノワン FM ギノワンさんの2階のところでちょっと無料相談会っていうものを開催させていただけることになりました。で、今回ですね、実はそのような運びになったのは、浦添市にあるレンタルルームの方でもちょっとそういった無料相談会みたいなものを開催していこうと思いまして、去年一昨年ぐらいからですかね、公民館ですとかね、コミュニティセンターとかでもしできればなと思っていろいろお声かけさせていただいてたんですけども、ちょっといろいろ日程が組まれてたり、ちょっと私も一人で訪問してるもんですから都合が合わなかったりっていうことがあって、この度無料体験会みたいになるものをさせていただいて、屋外でやった時のちょっといろんな困難さもあったのでちょっと中の方でね、できるんであれば、で最初は浦添市の牧港にあるレンタルルームで行う予定でいましたが、やっぱ宜野湾市の方はね、宜野湾の方が近いし、こちらの FM 宜野湾さんだったら来やすいかな、分かりやすいかなっていうのもあって、ちょっとこの度許可もありがたいことにいただいたのでお伝えしようと思ってます。そしてですね、本日の初回の記念すべき第1回目の題名っていうんですかね、開催する内容なんですが、医療業界ではちょっと言葉悪いですが、疾患のゴミ箱って言われている腰痛ですね、座骨神経痛、脊柱管狭窄症、ヘルニアといった、そういった方々、もしくはそう言われている、そうじゃないかと思っているっていう方々に対するアドバイスですとか、あとはやっぱり前回お話ししたかな、今の体の状態でやっていい運動と避けた方がいい運動っていうのがやっぱりあるんですね。だからそういったものもお伝えできればと思っています。ただ限られた時間になりますので、ちょっと今回はちょっとテストで少人数で本当はやっていこうと思ってはいたんですが、ちょっと急遽だったし、ちょっとご好意もあったので、まずはどういうふうにやっていこうかっていうことも兼ねてテストで行っていこうと思います。人数は特に、制限はせずにとりあえず行ってみようかなと。で、質問に対しては今言った脊柱管狭窄症、座骨神経痛、ヘルニアと滑り症とかいったね、そういう腰痛ってひっくるめて言われているものですねに悩んでいる方、そうじゃないかと思われている方で、自分がこのそうじゃないかって言われたり、もしくはそうかなと思ってて、それを予防のつもりでやっているけども全然良くならないとか、症状がなんか全然変わらない、もしくはちょっと痛い時もあるっていうものがあるとすれば、もしかしたらそれは今のあなたの体には合っていない運動法かもしれないので、そういったこともちょっとお伝えできればなと思っています。ですからね、2月の18日月曜日の10時からですね、1時間ぐらいですかね、ちょっとできれば開催できればと思っています。そして牧港にあるレンタルルームですね、リハーサルサロンエンシアっていうんですけども、メディカルプラザ牧港さんと同じ敷地内でローソンさんを間に挟んだピンクの3階の建物の2階になります。
そちらの方はね、火曜日だったかな、そうか、あ、じゃあ土曜日ですね、土曜日の2時から開催する予定ではいますけども、まあ、明日はちょっと急なのでちょっと厳しいかな、まあ、明日から始められるのであれば始めていこうとは思ってはいます。できればね、 毎週っていうことで4回に分けてやっていけたらなと思ってますが、そちらの方は先着順で3名様に限らせていただきます。やっぱりその3名様の方にしっかりと向き合ってしっかりとしたアドバイスもお伝えさせていただければと思いますので、そちらの方はね、ちょっとお問い合わせください。詳細も確認がてら、お名前とかもお伺いしないことにはちょっと場所的にも広さ的にも制限がありますので、他の利用者さんも利用されている方もいらっしゃいますので、お問い合わせ番号は 090-6773-9200 090-6773-9200 痛み解放院グランツの石川までお問い合わせいただければと思います。そしてこの度はね、腰痛と言われている座骨神経痛、脊柱管狭窄症、ヘルニアといったものに対して、でもしこれがね、好評っていうか、まあ、うまくいくような状況、進行性が見つかれば、また次はそうですね、皆さんの声も聞きながら、いろんなものに対する膝の痛みですとかね、五十肩ですとかね、もしくはいろんな体のさまざまな歪み、もしくは体操ですね、どういった体操が向いているのか、でもしくは歪みとはどういうことなのかって、西洋医学が見逃してきた領域が原因かもしれないということはっていう、今までのね、私の話しているものをもうちょっと詳しく聞きたいとか、じゃあ自分の場合はどうなのかっていうことをね、まあ、人数にもよりますし、その時の状況にもよりますけども、お伝えできればなと思っておりますので、今始まった時期ではありますけども宣伝させていただきました。 FM ギノワンさんでの開催は2月の18日月曜日の10時から2回で開催する運びとなりますので、よろしかったらお越しください。はい、とりあえずね、そちらの方を伝えておきますね。そしてこの度ね、先週ですね、先週ね、宜野湾海浜公園のトロピカルビーチと、あとエンシアさんでリハーサルサロンで行わさせていただきましたが、ちょっとね、昼間の2時の部はね、まさかの土壇場になって強風波浪警報が出されてしまって、ちょっともうすんごい風でしたので、ね、私もちょっとそそくさに退却してしまったわですけども、夜の部でね、何人かいらしてくださいまして、早速予約の方もありがたいことにいただきました。でその時はね、少人数だったこともあって、その人に合った運動法ですとか、今行っている体操とかストレッチが間違っているとか、これは今はやらない方がいい、痛みとか歪みとか何の支障も出なくなったら行ってもいいですよっていうことをお伝えさせていただきました。そして今週の水曜日ですね、昨日は、本部長の方たちに向けて21世紀の森公園で開催させていただきましたが、もうすでに何人かもう待ってる状況で、なんかポツロポツロと、だからウォーキングに来てる方なのかなと思ったら、私が横断幕みたいなの掲げたらすぐ集まってきて、そのちょっとすごくね、感動しちゃったんですよ。7名様がいらっしゃいまして、お話しさせていただいて、やっぱ外でもあって風も強かったので1時間2時間弱かなと思ったら、まさかの夕方6時前までちょっと私もびっくりして疲れちゃいましたけどもね、はい、でもありがたかったですね。2人の方施術させていただいて、体験で行っていきました。ですからね、場所さえあればって先ほどからずっとお伝えしているように、もう一度また改めましてお伝えさせていただきますが、この度ね、今年から私はずっと出張員として訪問をメインに活動しておりました。そして最初の当初はね、軽トラのなんかキャンピングカー的ものにベッドを乗せていろんな地域を回っていこうかなと思ってたんですけども、とある利用者様の声から、どっかね、拠点を設けて病院を建てるなりって言われて、いや病院は建てられないなと思ったんですけど、空き家とかね、もしくは今やっていないクリニックとか医院ですとか、そういった場所を提供していただけないか、もしくは知ってるっていう方がいらっしゃればご連絡いただけないでしょうか、私の方からちょっとね、ご連絡させていただいて、でもし少しでもこの技術に、今の産業医療に歯止めをかけたい、何らかしらの自分も担い手になれればっていう思っている方が少しでもいらっしゃれば、お手伝いできないか、
チームとなって一緒に活動していけないかっていうふうに呼びかけています。そしていずれはその地域地域のね、この空き家なり、あの今はやってないクリニック委員さんなりを、その地域の方々の集うコミュニティの場ですとかね、いろんなそのまま継続でその地域の人たちで経営運営していくでもいいですし、提供していく場、そして今回ね、あのこの21世紀の森公園でいろんな運動法ですとかで、自分であの硬いところとか痛みがあるところの緩め方をお伝えした時に、これはやっぱり定期的に見ないと、教わらないと覚えきれないっていうふうにやっぱ声をいただいたので、実はその意味もあって、そういう場所があったら、今だったらテレビとかね、あの何でしたっけ、ビデオとかで流せるんですね、公民館みたいな感じで。そしたら近くにあるので、そこに行って練習したり、練習し合ったり見たりっていうことがとてもできる。だからわざわざ私が行かなくても、もしくはそこの地でね、自分と同じような治療法がやりたいとか学びたいとかっていう人がいれば、またなおさらですしね、その地域でその技術が使える人が誕生する、そして提供する場所もできる、で皆さんが集まる場所にもなる、どんどん痛みから解放されて自分がやりたいことができる、そういった明るい未来ですね。そしてこの度ちょっとね、昨日の FM21 さんでもお伝えさせていただいたのが、この度私がこのような活動をしてラジオを始めさせていただいた最もね根本的なあの行動源になったものが、ずっとね言えなかったことなんですが、ちょっと思い切ってこの度お伝えしますが、どうしてもこのことを言うとね、まるであのマイナスなことしか、悪い方向づけしかしない一部のねお医者様のような感じで脅す形になるんじゃないかってことで言えなかったんですが、実は私はあの開業して間もない頃にですね、藤井先生の動画をたまたま探している時に、YouTube の動画で 3.11 の、 あの宮城県の大津波ですね、動画を見つけてしまったんですね。でそこでもうね、見るんじゃなかったっていうぐらい、もうとても衝撃的な映像を見たのが、後ろから波が迫ってる、なんか傾斜面の中、あの道の高台のところから、あの男の人とか女の人たちが早く早く後ろから迫ってるよって言って、その先で逃げてるのが高齢の高齢なお年寄り、男性の70代ですかね、そしてちょっと小柄なおばあちゃんだったんですね。助けに行きたくても、後ろから本当にねすごい勢いでがれきとともに波が迫っている状況を見てて、あの高台に逃げた人たちが早く走れ走れ、ここに早く早く後ろから波が来るぞって言ってるのに、この2人は走れないんですよ。もう早歩きが精一杯、そしてねもう残酷なことに目の前で流されていったんですね。もう私これがもうとっても衝撃的で、もう忘れられなくて、そしてあの宜野湾市役所にいたってお話もさせていただきましたが、その時にね関わらせていただいた地域づくり塾の時にも、打ち止まり公民館で集まった時にやっぱりその話題が出たんですね。海沿いに住んでいる場合、何かあった場合どうお年寄りたちを避難させるか、動けない連中を避難させるかっていうことが出たんですね。だからその時からも私もちょっと怖いっていうのがあったし、何よりもこの技術を分かって自分の体に向き合って自分でコントロールしていけば自分で治せて、歩くこともできる。だけども今それがなっていない世の中だから、皆さん病院に通ってますよね。年に一度しかない人生なのに病院でずっと過ごしてますよね。そして体の不調に対していつも顔を歪めたり何かを諦めたりして生きていますよね。そうではなくて、一度しかない人生、自分らしく楽しく生きる、病院にばっかり通ったり薬ばっかり飲んだり痛みをこらえたり朝から憂鬱な気持ちになったりっていう気持ちをなくしていただきたい。そして何よりも皆さん、この今の自然災害が多いこのご時世、何かあった時歩けますか、立てますか。これがねこの度あの21世紀の森で開催させていただいた、体験された方がまさしくそうだったんですよ。手を貸してもらわないと歩けない、立つことすらままならない、もうこれがねやっぱりあるんだって、実はこの21世紀の森公園で体験したこの方を見てこのビデオのことも思い出したんですね。それでこの度ちょっとね、これは言おうと思ってお伝えしたまでなんですが、どんなですか皆さん。で、あの自分の親とかね、そういった家族の中で今離れて暮らしてるっていう方が結構いると思うんですが、
万が一そういう天災が起こった場合、助けに行ってる間に倒壊する、何か起こる、もしくは火事が起こってしまう、そうした場合どうなってしまうか、私はもうそれがとてもゾッとしたんですね。せめて自分で立って歩けるようにまで回復すれば、そういうことが回避できる、そういったことにもお役立てできればと思って、この度この空いてる今やっていないクリニックや医院、もしくは空き家を提供していただいて、開催展開してチームとなって活動できないかと思いました。ちょっとね、間に長い話が入ってしまって、ちょっと暗い話にもなってしまったんですが、ちょっとね、元気の出るね曲をお伝えしようと思います。ちょっと年配の方が聞いたらね、ちょっとガチャ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 うるさいなと思うかもしれませんが、ちょっとね懐かしいね、私がね大好きだったジギー、皆さん知ってるかな知らないかな、歌詞をねやっぱりね聞いてほしいです。はい、ではお伝えします。ジギーでラビアンローズ。やばい、喋りすぎだもうあと10分しか、やば、今見てすいません。あ、でも良かったですね、ここで。本当に良かったです。でもこれって、はい、動画見てる人は音楽聞こえないんですね。音楽は鳴らないんですよ、ね、このあれの曲だったら。そうですよね。でもちょっと前回ね、とても恥ずかしいと思ったのが、はい、小声歌ってたのが全部入ってたという、はい様子がもう超恥ずかしくて、うわ超音痴が流れてるみたいなので、はい、やっぱいつもの癖で小さな声でやってるつもりがもう歌ってて、しかも入ってるという、はい、あーとか思ってもうそれからも気をつけようそうなんです。普通何ですかね、インディーズの歌詞とかの歌だったら流せるんですけど、はい、やっぱこういうなんか著作権もね、著作権とかのあれがあって YouTube 側で消されちゃうんですよ。なるほどね、はい、あ、分かりました。はい、すいません、ありがとうございます。
もうすぐにエンディングになりますね。あ、そうです。あ、でも、そうです。喋ってちょっとしたらですね。お紹介取りましょう。全然大丈夫。でもその代わり前半で。はい、すいません。途中ですが、ちょっと長いので、また終わりも近づいているために途中で終わりたいと思いますが、ジギーのね、ラビアンローズでした。これね、人生バラ色っていうタイトルです。バラ色の人生かな？はい、そういった人生をね、皆さんにもぜひ送っていただければいいなと思います。はい、そしてですね、今回のね、初回開催の座骨神経痛、脊柱管狭窄症、ヘルニアといったものですね、そういったものに関して、このようにね、またこういったアプリを使ってお伝えできればと思ってますので、そちらの方を見ていただいて、見ることによって自分の体の痛み、もしくはその痛みが出た経緯、何が原因で痛みが起こったのか、日頃どういう体の使い方をしたことがきっかけなのかっていうことも気づけると思います。だからしっかりと体のことを分かれば、今ね、情報であふれた世の中でね、テレビであれがいいって言ったらそれに飛びつく、でいろいろやってみたけど良くならない、なんか誰かがこれ腰痛にはすごくいいってよって言ったものを試したけども、なんか良くなった気がしないって結構皆さん口にしますが、私はもうそりゃそうですよね、皆さん苦労人間じゃないんですからってやっぱお伝えしてるんですね。一人一人体格も違うし、体の作りも違いますし、何よりも使ってきた人生の経緯も違います。デスクワークばかりしてきた人もいれば、立ち仕事をしてきた人もいるし、重たい荷物を持ってきた人もいる、もしくは仕事をせずにすぐ結婚されて専業主婦された方もいる、いろんな人生を歩まれています。その歩んできた中によって、無理して使いすぎてきたがために滑走性が悪くなって癒着を起こして痛みが出てしまってるっていう結果に過ぎないっていうことですので、痛いところに原因はないっていうこともお伝えできると思います。はい、ではもうそろそろ終わりになりますので、もう一度再度ねお伝えさせていただきますが、この度ね、体験会みたいのを開催させていただこうと思います。 FM ギノワンさんでの開催は、2月18日の10時から2階の方で開催させていただきます。初回のタイトルとしましては、脊柱管狭窄症、座骨神経痛、ヘルニアといった腰痛にまつわる状況ですね。自分の体がそうだ、診断を受けた、もしくはそうじゃないか、テレビでなんか自分の症状と合っていた、もしくは家族でちょっと困っている、何か手助けができればということであればね、時間はちょっと限られてますけども、お伝えしていこうと思います。そして日程がちょっと合わないですとかね、もう他でもやってないかっていうのであれば、一応浦添市にはなりますけども、牧港のレンタルルームですね、そちらの方で私毎週火曜と土曜日は、そこにも次契約をして、利用者様の施術に取り組ませていただいてますので、メディカルプラザ牧港さんと同じ敷地内にあって、ローソンさんを挟んだ反対側ですね、同じ敷地内で信号機の方なんですけども、角の方にあるピンクの建物の2階になります。この度のね、体験会のためにちょっと横断幕を作ったものを掲げておりますので、すぐ分かると思います。ただそちらの方は先着3名様です。ですのでお問い合わせください。連絡先は090-6773-9200 090-6773-9200 です。2月18日10時からの FM ギノワンさんはお申し込みなくても大丈夫です。で、その時のね、状況によって第2弾、第3弾と開催できればと思いますし、またね、やっぱ当初から言っている公民館ですとか空き家とかね、今はやっていないクリニック委員等があれば、情報を提供していただければ、ちょっと私の方で交渉なりお話なりさせていただいて、少しでもね、この技術を皆さんに提供しやすい場所、そしていざという時に自分で逃げれる、立てる、歩けるようにまでなれるような手助けができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お相手は痛み解放イングランツの石川でした。ありがとうございます。あっという間でした、ね。
そう、どうしてもね、あの歌がね、長いのが多すぎてちょっと短いのが見つけきれなくて。でも最近の歌とかも長いですよね。そう、あのだから本当はね、さだまさし系を行こうと思ったけど暗いんで明るいので。そうで、しかも今日は内容ちょっと暗かったんで、これで暗いの言ったらちょっとあんま良くないなと思って、ただ年配の人からすればなんかうるさっと思ったかもしれないちょうど良かったかも。そう、いい刺激になったかなみたいな。あ、なんか出てきましたかね。なんか画面どっか押しちゃったかな、間違って。